こんにちは。久しぶりの更新になります。先月10月はポーランドのワルシャワでショパンコンクールが行われておりまして、毎晩、ライブ配信をされていましたね。私も毎日のように夜中まで起きて、見ていました。世界中の若いピアニスト、それから日本からの出場者も皆さん素晴らしくて、予備予選、5月の予備予選から見ていたんですけれども、本戦になって、1次予選、2次予選、3次予選、そしてファイナルまで、もう毎日毎日私もハラハラドキドキワクワクしながら見ていました。ショパンコンクールでも弾かれましたけれども、ショパンの曲にはエチュード、練習曲作品10と25があるんですけれども、その作品10の方の第3曲が別れの曲として有名です。その曲にイタリア語の歌詞がついたものがございますので、今日はそちらを歌わせていただきます。よかったら聴いてください。イタリア語の歌詞で聞く別れの曲、いかがだったでしょうか。愛する人が去ってしまった悲しみを歌っています。日本語の歌詞も堀内敬三さんが作られたものがあるようです。愛称メーカーなど歌集に載っています。ショパンはピアノ曲も素晴らしい曲がたくさんあるんですけれども、歌曲がほとんどないのがちょっと残念だなと思っています。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。またお元気でお過ごしください。